こんばんは。なんかさっきから部屋の中がプチプチ言ってるんですけど、何の音だろう。なんか時計の針みたいな音がするんですよ。なんだろう、怖っ。こんばんは。わー、無理。なんだろう、ちょっと頻度が遅くなってきた。さっきずっとプチ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 ってずっと言ってて、プチプチお化け。こんばんは。あ、そうですね、少し前から再販始まってるね。そうでした、私も告知をしないといけない。あの最後のお話し会、最後のお話し会のあのあれしてますので、再販してますので、皆さん再販中です。エアコンの水わかんない。でも今してないかな、今してない。何だったんだ、一体何だったんだ、何の音だったんだ。でも寝てる時にしたら嫌だな。まあさん、あきぽんさん、かずーさん、レッドファイブさん、あーちゃん、ありがとう。こんばんは。エアコン壊れたらやばい。まあそうですね。でもなんか最近ちょっとさ、朝とかエアコン入れなくてもいいかなみたいな感じな気がするな。私寝るときはエアコン消してるんですけど、起きてもなんかあれ、そんな暑くないぞみたいな感じで、まあ入れるんですけどね、結局入れるんですけどね。こんばんは。今日はですね、ちょっと30分ぐらいになった終わります。今日はちょっと短めにね。今日はあのあれしてきましたよ、チリパ行ってきましたよ。なんか最近さ、結構チリパに行ってる気がして嬉しいです。今日佐竹さんからもめっちゃ合うねみたいな感じで、りねちゃんも結構、今日りねちゃんと一緒だったんですけど、りねちゃんも結構ね頻繁に最近来てるらしくて、でもりねちゃんよりも全然私の方がやっぱ最近よく合うよねってなって。私前回サイカリンで、サイカリンが8月だったんだよね確か来たのが。だからもう本当につい最近で、その前パセリで結構もう月1ペースぐらいで出てて、から嬉しいです。しかもずっとりねちゃんと一緒にチリパし出たいなって思ってたんで嬉しかった。やっぱ楽しいですねチリパ。なんかいつもね本当にねチリパはあっという間に終わっちゃうね。30分、30分ってやっぱすごいね短いなーって思いますね。こんばんは。あ、そう、もう準レギュラーだねって言ってた。準レギュラーになりたい。こんばんは。今日もめっちゃつぼったんですごい笑ってる回になってると思います。す
すごいね、盛り上がったよ今日も。そう、あんまり知られてないけど実は仲良しなりねちゃんと。はじめまして、かつみさん、ありがとうギフト。スムーンさん、かすけさん、やすべえさん、カムカムさん、ゴロニャンさん、ケイちゃん、ナンセンシズさん、カズイさん、ありがとう。うん、あ、まひなさんとのラジオも聞いてくれましたか。すだちでキュン、いやもうすごい面白かったですよあれは。本当にね、結構笑い疲れたそう、なんかもう私が声がでかすぎてもうズームでね繋いでたんですけど、ラジオするとき声がでかすぎて、なんかズームのなんかわかんないけど、なんかすごい容量オーバーみたいな感じになったらしくてすごいマイクがオーバーしてるからちょっと声でかすぎってなって、多分私テンション上がったらすごい声が大きくなるんだと思う。なんか自分でもね、すごい声でかいなっていうなんか自覚はあるんですけどね、なんかやっぱちょっとね、そうもう抑えられないんですよね。声割れてた。本当ですか。いやーでも楽しかったです今日も。今日はね、行きも帰りも一緒にりねちゃんと行きましたよ。行って帰った。こんばんは。こんばんは。パセリが一緒にご飯行きたいって言ってたよ。イエーイ。え、行ってくれない？え、違うよ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 。行ってくれないって違うよ。それはね、パセリが勝手に言ってるだけ。言ってくれないんじゃなくて、2人でお互い行こうねって言ってるんですけど、はっきりとした日にちを決めてないだけこんばんは。そう、私はその言ってくれないとかじゃない。そう、ちゃんと日付とかを決めたらそれはもちろん
行くんですけど、そう、日にちを決めたらいいだけ、それをお互い決めてないだけですそう、でも私も行きたい、本当になんか行きたいお店があるんですよ。でもちょっとね、あの近々行く予定ですよ。こんばんは。そう、なんかさ、私はあの何行かない人みたいな感じで皆さん思われてるかもしれないけど、あ、そんなことはないですから本当にでもまあ気分とかはあるけどでもその私は行かない人間みたいな、そんなことはないですよ、決して。なんか予定も分かんないんですよ、パセリだって忙しいし予定分かんないじゃないですか、お互いの。ズイさん、エレメントさん、お金持ち先生、キッチンさん、アキポンさん、ガワさん、マツくんさん、ギルスさん、クレセイジンさん、ガワさん、ヒロッチさん、山猫坊主さん、ヤスベさん、サージカルさん、コバルトさん、ありがとうございます。これ なんだ電球花火か、ありがとうございます。こんばんは。そうですね、今月9月はあのあります。結構皆さんと会えるのかなって思ったら結構嬉しいですね。9月はあのババあなババ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 バ花台公園とババババビさんとのフェスと、あとあのサーキットライブ、今のところ3つありますね、9月の前半ぐらいに。なのであーね、売り切れてたみたいですね。私もちょっとそれをちょっと把握できてなくてすいません。なんか知った時にはもう売り切れてたのかな。私もあの時に知ったんですけど、ちょうど私の生誕祭の日か。そうですね、頑張ってきます。こんばんは。
なんか今前髪が長いと短いの、短いじゃないな、長いとちょうどいいのなんか間にいて、なんか切ろうか切らないどこか迷ってるところなんですよ今。どうしようっていうところなんですけど、どうしようかな。どうしようかな。いや真ん中が長いと思うじゃないですか。ここを見てて真ん中がこうなんかこうなってる気がするじゃないですか。でもそれはあの原因があって、このこっち側が浮いてるだけなんですよ。ただこの両端が浮いてるだけなの。だから普通にこうやったら、こうやったら普通になんか浮いちゃうんですよ。こっちはただ普通に同じ長さだと思うんですよ。なんか浮いてるのこっち。あ、聞いてくださいよ。なんか怖い夢を見たんですよ。あの今日こんばんは。なんかマス夢じゃない、あの2回目の夢を見ました。同じ、前回も見たことある、なんか黄色の液体みたいなやつに追いかけられるやつ、追いかけられる夢。2回、そう、再放送。同じ夢見るってあります？何かが起こるのかな。なんか黄色いさ、なんか液体みたいなやつがこうすごい追いかけてくるっていう。やだな。なんか全く同じ感じだった。あのそのなんか場所も全く同じだったから。そんなことあります？あ、よくあるの？こんばんは。スプラトゥーン、え、そういえば今日スプラトゥーンのなんか大きい看板見た。そういえばそれのフラグみたいな感じだったのかな。スプラトゥーンの看板をあなたは見ます。なんかエディオンのところのなんかところにスプラトゥーンの大きい看板があった。こんばんは。スプラトゥーンやれってことなの？なんかでもスプラトゥーンちょっと興味あります。面白そうだなってちょっと思ってる。だからスプラトゥーンをしろということなのか。スプラトゥーンってでもさ、あれですよね、ゲーム機ですよね。あのスマホゲームとかじゃないよね。あのゲーム機持ってないから無理だ。スプラトゥーン、スプラトゥーンってあれイカ？あれイカですか？イカの妖怪？妖怪？イカなんだ。え、皆さんもやしもんって知ってますか？もやしもん。今もあるかは知らないけど、もやしもんっていうキャラクター知ってます？懐かしいよね。結構もう10年ぐらい前なのかな、十数年ぐらい多分前に流行ったのかな、アニメっていうかキャラクター。
謎なキャラクター、私の中では謎なキャラクターっていうイメージがあったんです。もやしもん、あ、知らないんだ。知らなそうだね、みんな。いたんです、もやしもんっていう。そう、ちょっと調べてみてください。あ、そう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 、なんか確かポンデリングみたいなやつ。私の中で謎キャラ。今日ここのこれがすごい自分的には、あの、結構好きです、これこのあのここの触覚、これ触覚っていうのか分かんないけど、ちょっとここにピヨンってなってるこれ、今日の自分のお気に入りポイントです。ピヨン。あ、そうだね、デジタルフラワーありがとうございます。そうだ、デジタルフラワーのこと言ってなかった。デジタルフラワーはあの生誕祭の時になんか思ったよりすごい たくさん方が注文してくれていて、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。一人一人写真を撮らせていただきました。ありがとうございました。あのね、本当にね、あの一人一人、そう、撮らせていただきましたのでありがとうございました。皆さん、どっち系の触覚が好きですか？あのこういう横にこうなる感じか、わかります？こういうなんかアイドル的にはなんかこういう横じゃないですか、こうだけど、それかなんかこう内になってる触覚。でも こういう触覚ってあんまりないの、ないの。どっちが好きですか？あれ、なんか今日触覚がなんかここないな。こっちですか？ビヨン。私のさ、触覚おかしくない？なんかあれなんですよ、こっちはこっからあるのに、今これちょっと触覚ね、ここのは何、ここからの触覚なのに、これはなぜかあのここからの触覚っていうまあいつもこうじゃないけどね、ちょっと今日はこうピンで止めてるけど、多分中に入れすぎたのかもしれない。左右非対称、非対称になってる。こんばんは。
くわ。こんばんは。なんか最近くしゃみがよく出るんですよ。なんでだと思います？花粉？なんかそんな感じがします。私もちょっと花粉を感じるというか、ふーさんの父さん、はじめまして、こんばんは。なんでだろうね。ハウスダスト、ちょっとわかんないです。誰にもわからん。私にわからないんだから皆さんにもわかるはずがない皆さんにもわかるはずがないわ。あ、そうだ、今日皆さん風船の割り方を教えてくれてありがとうございました。なんかさ、コメント欄見てたらさ、すごい大喜利みたいにさなってて、ちょっと面白かった。でも私が今日さ試した風船の割り方、あ、なるほどなって思って、この手があったかって思って、早速今日佐竹さんにそれを話しましたよ。風船の割り方、そうそうそう、もうこれなら絶対破裂することはないわって思って、このやり方だったらさすがに私はそれはもう躊躇なくできました。もう想像するからにもう絶対これ破裂はしないんですよ。だってここで左手でここをその何押さえてる時点でもう破裂することはないじゃないですか。切ってこう押さえてるから自分で、あの方が一番いいよね。そう、もう賢くなったよ私も。今日賢くなった。一個ここ押さえてハサミで切って、少しずつ空気をって抜いていくっていう。そう、結構さもうそのまま置いておくで数年後取りに行くみたいな人結構多かったけど、あのりえちゃんとか多かったけど、でもちょっとそれはさすがにね、あの今私が割りたいっていう、今のことなんです。今割りたいからっていうこんばんは。だから私これからもう風船膨らましたらね、そうします。ちゃんとあの根元を持って切って、そっから少しずつ空気をこうプーって、ちょっとさ ASMR みたいな感じになってませんでしたか。自分で見てもそう思ったけど、なんか結構なんかブーってなってた。あの空気抜くときにブーなんてだ。あのテープはねできなかったんです。テープ貼って穴開けようとしたんだけど、穴開けるのが無理だなって思った。私はもしかしたらだって破裂するかもしれないから、そういう系が無理なんだなってちょっと思いました自分で。そう、怖くて無理だなって思いました。でもやっぱ皆さんすごいね、そういう知識をさ知っているっていうことがさすがだなって思いましたね。やっぱりね、やっぱりさすがですね。皆さんは物知りだから。物
のせいだから。おかげでね、2つとも風船割れましたので、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さん、もう9月ですよ、明日から。うん、え、見て、めっちゃ9月ですよ、明日から。早くないですか？もう私は早く秋になってほしいなって思って、秋になったらいろいろできるぞって、いろいろできるぞって思ってるんですよ。なんか秋って、あ、そうだね、明日メールも、明日一番したいことは秋一人旅です。私さ、10月とか11月が一番好きなんですよ、季節。なんか朝も涼しい、夜も涼しいじゃないですか。まあもちろん昼間も涼しいけど、そうだから秋ってなんかちょっと気持ち的に晴れやかになるというか、そう、なんかすごい旅に出たくなる。こんばんは。だから私は早く秋になってほしいって思ってたんで、ブルーウィングさん、お金持ち先生、田辺さん、和井さん、エレメントさん、えいひろさん、ジンさん、エスペーさん、キッチンさん、ありがとうございます。こんばんは。秋って寂しくなるよね。え、そうかな。普通に秋めっちゃ、秋はなんだろう、やる気になりや、なる、気持ち的に。なんでかわかんないけど、なんか何でも明るい、何なんだろうね、自分の気持ちの問題だと思うんですけど、なんかちょっと明るくなるっていうか、だから早くちょっと秋らしさを感じたいなって思います。なんか去年とかってあんまり秋を感じなかった気がするから、もう秋終わったみたいな感じだったからね。過ごしやすいよね、秋って。一番やっぱり春夏秋冬の中で、春もいいけど、私春より秋の方が好きですかねって思うかな。夏が終わるとなんとなく寂しくなる。でも今日ラジオ終わったのが7時ぐらいだったんですけど、ちょうどもう外出たら真っ暗だったんですよ。やっぱもうこの8月後半ぐらいから、あー、やっぱりもうどんどん暗くなっていくんだと思って。だってもう、あ、夏なんてさ、まあ7時は全然明るいじゃないですか。なのにもう真っ暗だったの。そうだから、あー、もう夏も終わってきておるのだなーって思いましたね。終わってきておる。ジャパンはね、四季折々ね、いいですね。確かにジャパンはね。こんばんは。夏にやり残したことない？ああ、それはですね、まあ今日じゃない、9月9日放送のチリパを聞いてください。今日ちょっと話したから、そのことについても。ジャパン、誕生日と生誕祭終わったらすぐ秋でいいよね。で、ねえ、嬉しいですよ。私さ、
もう生誕祭も、まあ、終わってちょっと落ち着いてる感じで秋にそのまま突入できるっていうのが嬉しいです。嬉しいですよ、嬉しいです。こんばんは。パンちゃんがいれば秋も寂しくないですね。寂しくないですよ、何も寂しくないですよ全然。あ、そうだ、ホタルって秋でしたっけ。あのホタルを見ようって、秋じゃなかったっけ。5周年メイキング見ました。何それ、5周年のメイキングって何、どこで見れるの。パンちゃんがいれば大体 OK、 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 OK、オッケーオッケー。皆さん今年の夏も、夏じゃない、今年の秋もたくさん秋感じましょう。秋を感じよう。 STU プライムです。おお、そうなんだ。え、私も見たいな、私も見よう。ね、秋を感じたいね、皆さんね、秋を感じたいよ。秋のさ、あの涼しい風、あれ何なんだろう、あの幸せな風、あれいいですよね本当に。あの秋の風を、秋の風好きな人の集まりみたいな、秋の風会みたいなやつで、秋の風の好きなところをみんなで語る会みたいな、そんなんあっても全然おかしくないと思う。ずっと秋の風についてずっと語るみたいな。秋風並木道を過ぎたら、決勝ってめっちゃいい曲ですよね。決勝めっちゃ好き、あのスタジオ公演で踊っている、決勝歌っている。チャラララララチャラララララララルルルルチでは今日はちょっとこの辺で終わりたいと思います。ありがとう。まきまきさん、殿様ドラゴンさん、ラブリーフォーテートさん、ユーサーさん、ありがとう。13位クワドーナツさん、ありがとうございます。12位ドグラスさん、ありがとうございます。11位ラブリー48さん、ありがとうございます。10位クレセイジンさん、ありがとうございます。9位ギルスさん、ありがとうございます。8位田辺さん、ありがとうございます。7位ケイちゃん、ありがとうございます。6位マツくんさん、ありがとうございます。5位マキマキさん、ありがとうございます。4位山猫坊主さん、ありがとうございます。3位七千シズさん、ありがとうございます。2位エレメンツさん、ありがとうございます。1位はポン、はい、あやすべさんです。ありがとうございます。飛んでったいね、ペンが今。ありがとうございます。じゃあ皆さん、あ、水曜日、あ、え、あ、水曜日、あ、え、あ、8月最後今日、あの皆さん8月もありがとうございました。もう終わっちゃうんだ。え、もう終わっちゃうんだね、早っ。
では皆さん9月もよろしくお願いします。ではおやすみなさーい。バイバーイ。